わきわきわっきー、森の都のカブスリスト、わっきー貝山がお送りしますガチャ動画の時間です。さて、私はここね、ちょっとね言えないんですよね。というのはですね、はい、ここから先行ったところにですね、なんとこの令和のこの時代にですね、コスモスの自販機があると。まあ非稼働だと思うんですけども、そういうねレトロの自販機がね、それも置いてあるっていうのはね、東北地方ではね、もしかするとそこしかないんじゃないかなっていうところで、はい、まあ行かないと分かんないんですけどね、ずっと置いてあるんでね、かなりレアな映像になると思います。ちょっと興奮しておりますが、それでは見てね。近くにねまだあるんだよな、このガチャガチャの機械と、これですよ、これスモスボックス機ずっとあるんだよな。このボックス機欲しいんだけどな、うん、この風景もいいね。昔の箱一つだけ、ね、まあ売り切れかねどうか分かりませんけど、もうないでしょうね。あれも置かないかな。中にね、中にもう石が入ってますけど、このガチャガチャも一体何が当たるかわからないですけどね。横にカプセルが入っていてもやろうかな。これなんかこれ一応ありそうなんだよな。一応一回だけやってみましょう。お、出てきた、出てきたよ。なんだこれ。すっごいな。ちょっと興味があるなこれ。怖い。これはちょっと握りにボールっぽいけどね。これなんだろう。いやー、でも100円しかないんだな、お金今。今邪魔かな。はい、これはすごいね。何年ぐらいだ、ちょっと土で汚いですけど。おわ、ちょっとかわいい。いつのやつかな。ミニ円盤飛ばし、ミニ円盤飛ばし、中はめっちゃ綺麗ですけど、開かないな。まあいいか。まあこの円盤をここにくっつけてビョンと飛ばすんですけどね。え、何年って書いてないよね。大阪の広市っていうメーカーで作ったやつですけど、まあ後からガチガチな業者さんが入れたんでしょうね。あー素晴らしい。このタバコの看板といいね、横の、ね、郵便ポストといいね。はあ、残しておきたい風景だな。さて、いかがだったでしょうか。なんかさ、地域の皆さんから守られてあそこに立っている、そんな感じでしたね。ね、あそこからね移動するっていうのがね、なんかどうなのかなっていう気持ちがありまして、そのままにまたしてきました、ね、機会があったらぜひ私の方でまたリペアしてね、皆さんに楽しんでもらいたいっていう風に思ってるんですけどもね。まあ、あそこに置いてあるのも風情があっていいんですよね。はい、心情ぐっちゃぐちゃになってますが、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしています。はい、おかげさまで1000人の登録者、これからがスタートでございます。まあ、いろんなね、僕の出演作品なんかもね、バン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 動画アップしてますので、ぜひチェックしてみてください。それではまたねー。